七瀬アリス氏が오신것같은데오신어こんにちは。おーアリスさん、お久しぶりです。ここに引っ越しました。あ、すごい、よいしょ、めっちゃいい家ですね。七瀬さん、はい、2年ぶり、ほぼ2年ぶりなので、七瀬アリスさん初めて見る方もいるので、はい、自己紹介を簡単に。はい、あ、七瀬アリスです。セクシー女優です。すごい。私の家にどうぞ。カバンめっちゃ可愛いじゃないですか。あ、本当ですか。ちょっと痩せました。ちょっと痩せました。引き締まってる。あ、本当ですか。ありがとうございます。どっちどっちでしょう。すごいですね。あ、これはまだちょっと倉庫上。まだちょっとすごいですね。あ、これは寝室ですか。これ寝室、作業台。これすごいですね。あ、めっちゃいいパソコン、ゲーミング PC。 これかっこいいですね。あ、モニター、ワイドモニターですね。あとここに秘密があって、はい、あのベッドのヘッドの部分に、なんか、はい、あそこにですね、ティッシュ入れてあるんですよ。まあそういういつでも残るの。そういうティッシュ、大人しかわからないティッシュの場所。これがまあ部屋ですね。まあすごい、すごい、めっちゃおしゃれですね。何これ、ダダダー、すごい、何ですかこの。あ、これあの、あ、そうですね。あ、あれでもあれですよ、あれ、さすがプロ。でもこれあれ、ライトの天下なんですよ。あ、そうなんですか。すごい、めっちゃおしゃれですね。ちょっとおしゃれに、めちゃめちゃおしゃれ。もう貧乏になりました、これ。わ、すごい、広いですね。ですが、ここを住んだら、はい、女の子持ち帰りしてもいいですかね。いいと思います。引っ張っていいんですか。あ、もちろん。すごい、これ使い方わかります。これですか。食洗機わかんないね。なんかまだいい家にしかついてない。おお、本当ですか。すごいですね。ね、なんか私もなんかまだ慣れてなくて。はい、あ、4日目ですか。まだ4日目ですね。はい。確かに、すごい。どうぞどうぞ、ソファに座ってもらって。でもこの空間はもうあれです。スタジオのように、あとお客さんよ。ああ。はい。あ、でもすごいですね。なんか普通にセンスいいです。お、行くね、ここな。すみません、まだ家に水しかなくて。 ありがとうございます。おしゃれなグラスですね、なんか。あれですね、虹色ですね。ニトリで。ニトリなんですか。割れないコップ。私も買おう、これ。ありがとうございます。おお、なんか、はい、靴下かな。靴下買ってきました、勝手に。おお、でもなんか靴下脱いだらあれですね、なんか完全家っぽい。すっごいいい家ですね。この家だったらペットになってあげてもいいかな。よいしょ、涼しい。